岡本隼人選手が、まあ、依然1割台なんですけど、年齢もあるんじゃないですか、年齢ありますか、35になった人ですけど、いや上がることはないじゃん、落ちていくか現状維持だから、うん、もうしょうがないと思うんですよ、36で現役引退しましたけど、もう上がらないロールプレイングをずっとやってる感じです、戦っても戦っても、現状維持が精一杯、面白みがなくなってくると徐々にね、成長感じないから。